おはようございます、9月の21日月曜日の、ただいまの時間は朝7時10分です。今ですね、歩いていたらこう坊ちゃん電車ですか、それに出くわしたので慌ててカメラを回しました。で、松山駅に着いてから、おはようございますの動画を出そうと思ったんですが、もうついでにこの動画で収めます。無事に寝坊もせずに起きれましてですね、このあと7時49分発の、普通列車で、そのまま何本かじゃねえや、あのちょっと今手元に紙がないので、正確な数字を忘れましたが、1回、2回、3回、4回、5、6本かな、6回乗り換えで、大垣に向かいます。今からまた11時間近い長旅にはなりますが、ね、こうやってみたかったこう各駅停車とかを乗り継いで、ね、移動するという、まあこの年にしちゃ無謀っちゃ無謀なこう計画予定になっているんですが、まあいいです。こっちはね、先ほどの坊ちゃん電車に続いて、ね、また結構新しい路面電車ですね。道後温泉行きです。で、道後温泉は今工事中で、その大きなお風呂が今止まってると聞きましたので、で、またいずれ松山に来たら、その時はまたドロンパさんよろしくお願いいたします。ありがとうございました。本当にね、お世話になって、もう足向けて寝られないです。今日からは立ったまま 寝ますってどっかで聞いたことがあるような言葉ですが、いや松山ね、本当にね、思った以上に都会出て、都会でこう、すいません、松山バカにしてました。奈良とかね、水戸とかね、決してバカにしてるんじゃないですけど、県庁所在地でもさほどね賑やかじゃない町もあるんで、それに比べたらね、かなり立派です。松山駅に着くまでこう回そうかと思っておりますが、もうすぐその JR 四国の松山駅に到着いたします。もう特急だと岡山までそれでも3時間ぐらいかかるのかな。JR 予算線のこうね、まあここから宇和島からの特急もあったりするんですが、今岡山まではほとんどあれか、松山始発なのかな。松山からは、潮風号に乗ればそのまま岡山に行きますし、すいません、高松行きの名前をど忘れしちゃった。そういうのに乗ればね、高松までももちろん行けるわけですが、今回はあくまでも普通電車で青春18切符と同じような、移動をします。あれ僕が来たのはこれ違う松山かな、あれ。まあいいや、とりあえず一回ここら辺で止めます。あれ、なんか違ったのかな。すいません、松山駅は JR の松山駅ってどっちになりますか。これは松山市、松山市駅、じゃあこっちの方、これ曲がって右、はい、右ですね。じゃあこっち、うん、ここまっすぐ行ってね、はい、まっすぐ行ってね、はい、それでまた左行って、はい、でちょこっと曲がって左行ったね。ありがとうございます。すいません、すいません、とんでもないです。なんかね、道を間違えたみたいです。ということで、ありがとうございました。とんでもないお家です。こういう時のためにね、時間は少し余裕を持って、行動するのがよろしいかなと思います。ありがとうございます。